福岡市を拠点に活動する HKT48 が2022年11月28日、11周年記念コンサートの2日目の日程を福岡サンパレスホテル&ホール、博多区で開いた。11月26日の公演初日には、最後の1期生にあたる本村葵さん、25が卒業発表したばかり。公演2日目は12年目に入ってから初めての大規模なイベントで、未来への継承をテーマに掲げた。先輩と後輩メンバーがペアになって分野ごとに継承するパフォーマンスを披露したり、年内に卒業するメンバーを特集するコーナーが設けられたりした。終盤には、最新シングル、B さんはなぜなくなるのか、22年を若手メンバーのみでサプライズ披露。世代交代の形が少しずつ見えてきた。予公演1曲目には、ジェネレーションチェンジ。特に夜公演では、世代交代を意識した演出が際立った。冒頭に披露された楽曲のタイトルは AKB48 の、ジェネレーションチェンジ。出演メンバー全員で、新しい夜明けだ世代交代させろ、と歌い上げた。2曲目の、鏡の中のジャンヌダルク、では、22年にデビューしたばかりの6期生で最年長の最上七花、七花、さん、21、は、HKT48 の文字が入った旗を持って登場した。この旗は、指原莉乃さん、30=19年卒業の卒業シングル、医師、19年のミュージックビデオで、笹原さんが田中美久さん、21、と松岡花さん、22、に手渡した旗。このシーンは、グループの世代交代の象徴だと受け止められた。先輩と後輩がペアになってパフォーマンスするコーナーでは、23年春に卒業する矢吹奈子さん、21、は、最上さんに、0、を継承。0、とは舞台上の立ち位置0番、センターポジションのことで、最上さんは、0を任された時にふさわしい人になれるように、奈子さんをはじめとした先輩方から吸収して努力していきたい。と意気込んだ。それ以外にも、昼夜公演を通じて、本尊さんが5期生の竹本くるみさん、18、と4期生の児童エネネさん、22、にダンスを、2期生の秋吉ゆかさん、22、が4期生の豊永明さん、23、と5期生の市村愛理さん、21、に歌を継承した。ここで一区切り、と思わず、これからの HKT48 のことも、矢吹さんとの、ナコミク、ペアで知られる3期生の田中美久さん、21、は、昼公演終盤の、ロマンティック病、でセンターに立った。AKB48 グループの楽曲に投票してランキング形式で披露する20年の、リクエストアワー、で、初めて1位になった HKT48 の楽曲だ。田中さんは感想で、声を詰まらせながら、先輩方が開いてくれた道を大切に、これからも新たな時代を作っていきます。HKT48 は、誰にも負けない最強のグループだー。